トーマスの箱です。はい、トーマスにもらった不思議な箱を開けてみることにいたしましょう。よいしょっと開けますと、おや、この曲で、あ、なんでこのお便りでしょうかね。はい、この曲流れてまいりましたですけどもね。これモスラでしょ、はい、ザ・ピーナッツ。これあの菜の花ボーイさんからこの曲をどうだということでありました。ノムのホークさんからもいただいております。いやー、やっぱりこの曲に乗せながらということですね、うん、ラモスがね監督になりますね。ちょっと待って、はい、FC 岐阜。それでなんでこのモスラ、ラモス、ラモスララモスラやね、川口やらサントスやらね、ラモスラが来たわけや。ラモスラ、はい、ラモスラが来たで、来たよ、モスラの歌。先ほどのこれ菜の花ボーイさんのリクエストなんですけども、うん、あのこれがダメなら、うん、候補第2位としては、うん、田川陽介のルイルイをお願いしますラモスルイ。知識がないと笑えんぞこの番組は。それ知識か、スポーツ界の知識とちょっと前のアイドル知識、ルイルイや、ルイルイ、はい、それ知識か、知識です。はい、なんで笑いの知識、まあ、でも ラモス、はい、ラモスこっちに来るんだね。来るよということですよね、はい、入団が決まったようですよ。川口サントスの名前も先出しましたね、うん、あの谷繁監督の就任会見よりも報道陣多かったですF2 ですから J1 じゃないですもんね、うん、ねえ J2 ちょっと待って、 FC 岐阜の J2 ですからって、もうむっちゃくちゃなってますよ今言葉がむっちゃくちゃ J1 ではないわけです、はい、ねえ、はい、そういうことですね。 J2 ですけれども、はい、J2、 はい、あの谷繁の時よりもなんや行さん来てるやん、うん、いうことですね。おっぱい枕さんからもいただいておりますが、川口サントスが期待通りに活躍すれば、目標の10位にも手が届くんではないでしょうかね、ということ。ノブさんからもいただいておりますけれども、まあ、新加入のね、まあ、先ほど言いました、ね、元日本代表、はい、ゴールドキーパーね、ゴールドキープ、ゴールキープ、ゴールドキープ今日どうした、今日どうした、ゴールキーパー、まあでもゴールド言いたくなるね、本当やわ、はい、言いたくなるよゴールとゴールドは全然違うんですけれどもでもほら、まあゴールド金ピカのキーパーや、言いたくなる、金ピカのキーパーやわ、はい、そのぐらい、はい、優秀よ、はい、ゴールド K というのは金ピカという意味やゴールド金ピカの川口そうなね、はい、サントス、うん、ね、これやっぱりね顔を揃えましたですね。長良川競技場で新チームの初練習ね、これいよいよスタートですよということですよね、はい、はい、それから南州太郎さんというそのままの方からいただいておりますお邪魔します南州太郎さんからいただいております。若々しい放送やで、こうやって読まなきゃ、 FC、 岐阜、 FC 岐阜とか言って読まない、南州太郎風、太郎風に読みますとですね、はい、これ名古屋グランパスと疲れるんでも普通の読み方になってます疲れるんで普通の読み方になってますが、名古屋グランパスとの名古屋岐阜ダービー、これ楽しみですね、うん、と名古屋と岐阜でねえ、うん、やってほしいですよ。港の知恵さんからもやっぱり名古屋グランパスも西野新監督となって、うん、この地方のねやっぱりサッカーの話題というのはね、ちょっと活性化しますね。次のねこれどういう風なシーズンはね、はい、今度のシーズン、はい、めっちゃめちゃ楽しみですよ、はい、ということです。ラモスもなんかその辺 の飲み屋に行ったらラモスいたみたいなことあるかもしれないです。あるかもわかりませんはい、ねえ、そういうことで、うちの子もやっぱりそういうふうにねサッカー好きでしたからね、はい、うん、よくサッカー見に行ったわけですから、ね、またちょっと行かなかんなという、そうですね、気になっておるわけでございます、ね、はい、はい。